ようです。困ったにゃ。どうしたの？僕たち猫の魅力を人間に知ってもらうにはどうしたらいいかにゃ。そうだにゃ。そうだ、ここに人間たちを招待しよう。キャストストリートに人間を？たまにはいいじゃない。それじゃ人間たちを招待してくるよ。行ってきます。お願いします。
一回行きましょう。もう一回3本目からどうだ、今度こそ OK できました。さて、Lはスピーディーに行きますよ。さて、行きましょう。 L、こっちまで行って、 L、待って待って待って、カチカチ、こっちまで行って、 L の赤ジャンプスタート。1本目 OK、 2本目もバッチリ、そして3本目神がそう頑張りました。さあ、使い終わった輪っかはお席の下に置いていただいて大丈夫です。では難易度を上げていきましょう。次に挑戦するのはこちら、この輪っかを使ってハイジャンプに挑戦です。それでは、ピアノエール集中して輪っかをよく見て、ジャンプ、どうだ、ピアノ先に OK、最後は可愛く決めていきましょう。ピアとエール、最後は仲良く、はい、ダンキッキッ、はい、できました。頑張ったのはピアとエールでした。バイバーイ。さて、猫というととっても器用な前足を持っています。ということで、次はこちら、この2つのボタンを使って猫に質問に答えてもらいたいと思います。それでは早速チャレンジャーを呼んでみましょう。みやこ、私の後ろから登場です。猫が来ました。やってきたのはミックスの女の子、名前はみやこと言います。それでは行きましょう。みやこちゃん、まず今日の調子はどうですか。今日の調子どう。バッチリ調子がいいみたいです。ではどんどん行きましょう。みやこちゃん、キャットフード好き。キャットフード好き。もちろん大好きです。あっという間に完食します。で、今あげてるのお肉なんですが、これ聞いてみましょう。みやこ、お肉好き。はい、大好きですよね。今ちょっといい流れなので、私一番気になってること聞いてみてもいいですか。みやこちゃん、一回こっち戻ってきて。みやこちゃん、みやこ、私のこと好き。おかしい、おかしいですよ。もう一回いきます。みやこちゃん、みやこ、私のこと好き。いつも一緒に遊んでるんですけど。わかりました。ではみやこちゃん、私のこと大好きだよね。はい、できました。さあ、好き嫌いがはっきりしているみやこの出番はこれでおしまいです。皆様もう一度大きな拍手をお願いします。おかしいな、ちょっと後で話し合いたいと思います。さて、猫というと動くものを追いかけるのが大好き、狩りの本能を持っています。今日はこちらのボールを獲物に見立ててハンティングの様子を披露してもらいましょう。ハンティングは一瞬です。見逃さないようにしっかりと見ていてください。それでは呼んでみましょう。ウーロー、やってきたのはベンガルー、名前はウーロー。ハンティング、どうだ、ナイスに飛んできました。さて、それではもう一度いきましょう。今度はこっちに高いボール飛んだ。ハンティング、足元失礼します。ナイスに頑張りました。地面を転がる獲物は簡単に捕まえることができました。それでは空中に浮いているボールならどうでしょうか。道具を用意しましょう。次はこちらを使います。お姉さん、お願いします。道具が今日は来ないようですね。それではもう一度地面を転がるボールを捕まえて修行にしましょう。皆様、これ捕まえることができたら大きな拍手をお願いします。高くいきますよ。うん、どうだ、今度は高いボール、あ、やっぱり足元失礼します。見失ってる。うん、ボール見つけたから、見つけることができたから、なかなか見つけることができません。お兄さん、それではそのボールを、足元に転がってるボールを私の方に投げてみてください。それではいきますよ。せーの、どうだ、うろん、うろん、これです。そうそうそう、捕まえて。ハンティング、見失ってる。うろん、目の前にあるんですけど、はい、見つけることができました。ハンティング大成功、頑張りました。さ
んですよ。それでは頑張ったウーロンの出番はこれでおしまいです。皆様ウーロンにもう一度大きな拍手をお願いします。バイバーイ。猫というととっても優れたバランス感覚を持っています。ということで次はこちら、この小さな丸太、これを使って猫が丸太乗りに挑戦です。4つの足で乗りこなしてもらいましょう。じゃあ丸太ここにセットしますよ。実はこの丸太乗りに挑戦する猫、自分の出番が楽しみでステージのどこかで待っていたようです。皆さんどこかで猫見てませんか？探してください。どこ？あの猫寝てるだけです。違います。他探してみて、ほら近づいてきてますよ。ほらほら足音が、カラカラ開けました。見てました。ステージ中央穴から登場、やってきたのはラパーマ、名前はラパと言います。それでは行きましょう。ラパちゃんしっかりと集中してカメラの準備はよろしいですか？行きますよ。ラパーこれ乗って、そう乗って、惜しい、もう一回。ラパちゃんこっちです、こっち、こっち、こっちじゃない、こっち、はい、はい、乗って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 、ほら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 、どうでした皆さん、ご覧ください、この真剣な表情、かっこいいよ。ここまで来てゴールできました。何かおかしかったですか？もう一回行きましょう。笑われていたようなので今度はこっちです。しっかりと見ていてくださいね。ラパの丸太のに2回も見れるなんて今日はラッキーですよ。それでは行きましょう。乗って、そう乗って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 、ほら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 、乗って乗って乗って、どうですか、ご覧ください、ほらほら、何回見ても2本足です。後ろ足保ってバランス関係ない、乗って、ほら帰ってもらいましょう。バイバイ。なんだかもう少し大きなものを用意したら乗りこなすことができる気がしませんか？ということで次はこちら。大きなボール、これなら乗りこなすことができるはずです。じゃあボールこのにセットしますよ。もう一度ラパちゃんに登場してもらいましょう。皆様あの穴にご注目、読んでみましょう。ブルーの小さな猫、来るかな来るかな、足音が近づいてきました、どうかな、あ来るかな、ラパちゃん来ました、大きくなってます。さあやってきたのはエキゾチックロングヘア玉乗り練習中の夏目くんです。今日はラパの代わりに夏目くんが玉乗り頑張ってくれるようです。それでは行ってみましょう。夏目こっち来て、こっち来て、1回しかやりません。皆さんしっかりと見ていてください。それでは行きましょう。そう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 、こっち来てみて、そうそう、それでは行きますよ。夏目の玉乗り乗ってみて、乗って乗って、はい行きました、行きますよ、追いかけてきてもらって、皆様夏目の尻尾ご注目ください。猫の尻尾がこんな風に上にピンと立っているときは集中している証拠です。それでは夏目くん集中して玉乗りしてもらいましょう。もう一度、さあそれでは行きますよ。この玉に乗って、夏目くん乗ってみて、乗らない、乗ってみて、乗らない、ダメですか。さあそれでは今日はちょっと乗ることができたので10秒乗りこなすことができたら成功ということにしましょう。それでは行きましょう。夏目くん10秒だけ乗ってみましょう。夏目くんこっちです。夏目こっち、そうそう、なんて自由気ままなんでしょうか。全くこっちを見てくれません。わかりました、最終手段です。皆様しっかりと見ていてください。いきますよ。はい、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、はい、できました。
がとうございます。このボールも片付けちゃいましょう。おかしいな、こんなはずではなかったんです。それではとっておきをお見せしましょう。次に使うのはこちら、中央にある長い砂、砂渡りに挑戦です。さあ早速チャレンジャーを呼んでみましょう。どこから来るかな。バカバー、こちらの壁の中からやってきました。やってきたのはロシアンブル、名前はワカバと言います。それではワカバは自分で階段を上っていきます。手は出さずに静かに見守ってあげてください。それでは行ってみましょう。若葉ちゃん、何かがちょっと気になっているようですが、階段をゆっくりゆっくりと登っていって、さて階段をしなやかな体つきで上まで上がっていきましょう。何かを少しよく見ていますが、ゆっくりゆっくりと若葉のペースで上まで登っていきます。若葉の心の準備ができたら綱渡りはスタートです。それでは行ってみます。若葉の綱渡りスタート。砂がグラグラと揺れています。若葉気をつけて。さあ皆様ご覧ください。この真剣な表情、尻尾を使ったバランス感覚、端まで行ったらゴールです。皆様大きな拍手をお願いします。それではよろしいですか。もうちょっと通れてきました。さて若葉ちゃん、今日はあちらのゴール台からスタート台まで戻ってもらいましょう。戻るときは皆様私と一緒に手拍子で応援してください。お肉を食べて力をつけたらスタートです。それではいきますよ。せーの、ゴンボルゴンボル、そしてこちらを越えると次に待っているのが透明な狭いトンネル。
分の体がボールに広さかどうか見極めることができるんです。トンネルを越えるとさらに大技に挑戦。これらの障害物無事にクリアすることができたら今までで一番大きな拍手をお願いいたします。最後にやってくるのはここキャットストリートで一番身体能力が高いこの猫チャーリー。どうぞ。ランレースは私の後ろから登場です。やってきたのはベンガル、名前はチャイ。ベンガルは山猫に最も近い種類で運動神経は抜群です。それでは一つ一つ集中してまいりましょう。チャイのアテンディレディーゴー。今めちゃ今めちゃ今めちゃ OK。 そして最難関はしごです。1枚目からおっと取れてしまいました。もう一度行きましょう。チャイのはしごどうだ。じゃん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 。できた最後に OK。 トンネル上がって最後は垂直木の上に OK。 できました。そしてあの高いタワーから下のクッションに置いてきてもらいましょう。ダーイ。見事ゲストを務めたのはベンガルのチャイでした。あっという間でした。さまざまな猫の身体能力をご覧いただきましたが、皆さんいかがでしたか。ありがとうございます。今日ご覧いただいた通り、猫たちはちょっぴり臆病でとっても気まぐれな動物です。ですが私たちにとってはかけがえのないパートナーです。今日ここで楽しんでいただいた皆様がまた会いに来てくれるのを猫たちも私たちも楽しみにお待ちしています。最後くず玉がやってきました。このくず玉を開けてくれるのはアメリカンショートヘアのひまわりちゃんです。それでは行ってみましょう。ひまわり、この紐引っ張って引っ張って頑張って頑張れ。もう一回頑張って引っ張って、せーの、最後だから両足で頑張って。ひまわり、もう一回行きましょう。ひまわりちゃん、ひまわりちゃん、こっち集中して、どうぞ、この紐引っ張って。うん、 OK、 できました。さあ何書いてあるんでしょうか。以上でザ・キャッチは終了。またいつか皆さんのところへ招待状が届くかもしれません。